1. 1ジュース立てるか 0.71g、SNG コペンハーゲン733,597エウアゴラスは、古代ギリシアのキュプロスにおけるサラミス王。サラミス王を継いだニコクレスの父であり、自ら祖先はテラモンの子でダイアイアースのイボ兄弟にあたるテウクロスであると称し、先祖代々長くサラミスの統治者であったとしていたが、その真偽は半然としない。一時期は、 キュプロスの大部分に加え、小アジアの一部まで支配権を広げたが、アケメネス朝、ペルシア帝国のキュプロス侵攻によって、支配領域を失い、最終的にはサラミス王に封じられた。エウアゴラスの少年期にサラミスは、フェニキアの支配下に入り、エウアゴラスも亡命生活を送った。キリキアに泊まるうちに、揃いで、エウアゴラスは50人ほどの支持者を集め、 大いのダッシュを目指して、紀元前410年に密かにサラミスに戻った。王座についたエワゴラスは、ギリシアからの技術を導入し、商工の整備とともに、軍事力の増強に力を注いだ。最終的に、アケムネスアッサ、ペルシア帝国がキュプロスの再征服に乗り出してくることを見越し、エワゴラスは、アテナイ人たちとの友好関係を広げ、 紀元前405年にコノンがアイコスポタモイの海戦に敗北してアテナイを追われた際には亡命を受け入れた。一時期にはペルシア帝国のアルタクセルクセス2世と友好的な関係を結び、ハンスパルタで協力していたアテナイへのアルタクセルクセス2世からの支援を保証した。紀元前394年のクニドスの海戦に持てる戦力の大部分を動員して参戦し、 そのかやって、スパルタ艦隊を敗北させることができたため、その功績を称えてアテナイは、ヘラメーコスのゼウス像の傍らに、コノンの像と並べて、エワゴラスの像を混流した。しかし、エワゴラスとペルシアの関係は、やがて緊張したものとなっていった。紀元前391年以降は、事実上の戦争状態が続いた。アテナイと、 エジプトを誇るの支援を受けたエウアゴラスは、キュプロスの大部分に支配権を広げ、対岸の小アジアでも、デュロスなどのフェニキアの数都市を抑え、さらにキリキア人たちに、ペルシアへの反乱を促した。エウアゴラスが同意を拒んだ、紀元前387年のアンタルキダスの和訳によって、アテナイはキュプロスへのペルシアの領主権を認め、エウアゴラスへの支援を引き上げた。 その後のエウアゴラスは同じようにペルシアの圧力を受けていたエジプトからの助力は時折あったもののほとんど単独でペルシアと敵対し続けた。紀元前385年には将軍ティリバゾスとオロンテスに率いられたペルシア軍がエウアゴラスが動員できた兵力よりもはるかに大きな軍勢でついにキュプロスに侵攻した。これに対してエウアゴは ペルシア軍の補給路を何とか立ち、食料を不足に陥ったペルシア軍は反乱を起こした。しかし、エウアゴラスの艦隊がキティオンの海戦で壊滅すると、戦況はペルシア有利に傾き、エウアゴラスはサラミスに逃れることを余儀なくされた。そこで周囲を封鎖されながらも、エウアゴラスは、かろうじて体制を立て直し、ペルシアの二将軍の居酒に付け込み、 紀元前376年に講和に持ち込んだ。この条約では、エウアゴラスは、名目上は、サラミス王位を保つものの、実質的には、ペルシア王の進化となり、毎年の貢ぎ物を収めるという条件で講和を結んだ。エウアゴラス裁判年の知性については、よくわかっていない。エウアゴラスは、紀元前374年に、個人的な復讐で、 とある宦官,官に暗殺された。王位は息子のニコクレスが継承した。エウアゴラスの子ニコクレスの依頼によって、イソクラテスはキュプロス演説の一つとして、エウアゴラスを執筆した。この演説において、エウアゴラスはギリシア的宣伝と文明を寛容し、国家と進化の繁栄を追求した模範的君主として、称賛された。イソクラテスは、 多数の人々がギリシアからキュプロスへ移住したのは、エワゴラスの高貴な統治があったからだったと述べた。シケリアのディオドロス、人大知史14.115,15.2から9、クセノポン、ギリシア史4.8など、同時代の他の記録に見えるエワゴラスについての記述は、それほど称賛に傾いてはいない。当時のキュプロス人は、ギリシア人であり、その言語は、 アルカディア・キプロス方言と称される古代ギリシア語の方言であったが、初期にはキプロス音節文字と称される、より古く複雑な音節文字が用いられていた。エウアゴラスはキプロス音節文字に変えてギリシア文字をキュプロスに導入した先駆者とされている。エウアゴラスにはプニタゴラスという名の息子がおり、対ペルシア戦争で活躍したとか、 父と同じ女性と情を通じたといった記述が残されているが、王位を継いだのは別の息子ニコクレスであった。エウアゴラスがフェニキア人支配を打倒して打ち立てた王朝は、創尊の世代まで古代続いた。エウアゴラス、紀元前411年即位、ニコクレス、エウアゴラスの息子、紀元前374年頃、即位エウアゴラス二世、ニコクレスの息子とも弟とも、 紀元前360年頃、即位プニュタゴラス、エウアゴラス一世のコプニュタゴラスの同盟の息子、紀元前351年即位、ニコクレオン、プニュタゴラスの息子、紀元前332年頃即位この王朝は、エジプトに、プトレマイオス朝を開いた、プトレマイオス一世の兄弟、メネラオスによって、紀元前310年に滅ぼされた。ありがとうございます。